こんばんは、6時のニュースをお伝えします。パリ五輪の男子棒高跳びで起きたハプニング映像が世界的に拡散され大騒動となっています。3日に行われた男子棒高跳びの予選でフランスのアンソニー・アミラティ選手が5メートル70をクリアできず決勝進出を逃したのですが、その失敗の映像があまりにも滑稽だと世界的に話題になっています。実際の映像をご覧ください。そうです、股間の一物がバーに引っかかってしまったのです。その後こちらの映像が SNS で瞬く間に拡散され、アンソニー選手は別の意味で有名人に。調べによりますと、アメリカアダルト映像会社が25万ドル、日本円で約3622万円で出演オファーを出す事態にまで発展しているとのことです。続いてのニュースです。飛行機で旅に出かけた女性が前の席の乗客から睨まれていたことが分かりました。女性はこの日、インドに旅へ出かけるため羽田から飛行機に搭乗した模様。離陸後、前の席の乗客から視線を感じたそうですが、剣に絡まれるのも怖いと感じ、目を合わせずにいたとのこと。しかし、約30分ほどずっとこちらを見てきたため、女性が思い切って目を合わせてみると、前にいたのは犬でした。犬と分かった瞬間、女性の感情は恐怖から急に癒しに変わりました。その後、インドに着くまで前の犬はさまざまな表情を見せてくれたため、女性は最高の旅のスタートを切れたとのことです。かわいい、かわいいです。以上、ニュースを伝えます。